自分を卑下したり悪く考えることがすごく多いんです、うん、本当に素敵なんだよっていくら伝えてもダメだったんです。でこの前 A ランチ見てるとき偶然奥さんも隣に座って見てました、うんうん、いつもラジオの話をしているのでこの人がタイガさん男前でスタイルも良くてバレーボールでも県の代表になるくらいのスポーツマン、奥さんや子供さんも大切にしていてアナウンサーになるくらいだから頭もいいはず。でもいつも言ってるようにマイナス思考で悪く捉えたりするこんな丁寧に説明されるとそうなの。じっと見続けた奥さんはこんな完璧に見える人でもそんなことがあるんだ、もっと自分冷静に見たらいいのに言った瞬間何か感じたのかその日から変わり始めました。ここ県民、まあ、全国の皆さんにアドバイスです。マイナス思考の家族や友人がいる方、タイガさんもしっかり説明してこのラジオを聞いてA ランチを見てもらってください必ず、まあ、多分もしかしたらマイナス思考が変わるかもしれません。ものはいいよタイガさん、純粋にタイガさん褒めてるんですよ。いや嬉しいです、ありがとうございます。そうか、自分のしていることが誰かの心を救ったっていうのは嬉しいことですよ、それを聞けるのは。それ奥さんも、もっと自分冷静に見たらいいのにだってちょっとハッてしたんだね。あれ、それに置き換えて自分はどうだろう、うん、私もできているかしらとかね。そうだねってなって、うん、そうですね、すごい大河効果、これは大きいよ。マイナス思考を持っていくもんですね。万事、うん、採用が生まれば本当にこのことですよ、はいはいはい、本当にね。やったじゃん、タイガ。これタイガじゃないとできてないよ。そうですね、うん、そうですね、ことです。なんかじんわりと、なんだろう、なんか名前 ついてるのかな、なんかじんわりと涙が出てきました、私は。何涙って言うんでしょうね、この涙の。なんだろうね。Cさんからいただいて。